かつては2社ともテレビとか DVD など家電製品のイメージが強かったですが、この10年で様変わりしてしまいましたね。大リストラを進めてきた10年間の構造改革の結果が2社の命運を分けたといいますね。どうもこんにちは。見て聞くだけでわかる経済ニュース、東洋経済オンライン YouTube チャンネル、リポーターの中島美玲香です。東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。今日はソニーとパナソニック10年で大差ついた稼ぎ方というテーマでお送りいたします。東洋経済が運営する会員制の経済ニュースサイト、週刊東洋経済プラスの連載、企業データ徹底比較から一部をご紹介します。竹政さん、ソニーとパナソニックと聞くとどちらも大手電機メーカーのイメージがあります。そうですよね、はい、でも2社の稼ぎ方を分析してみると全く違うことが分かってきます、うん、例えば、はい、ソニーの本業である営業利益を見るとゲームと音楽が半分以上占めているんです。ゲーム機のプレイステーションですよね。はい、あとは、はい、ゲームソフト販売も多いですね、うん、音楽事業では、はい、アニメ映画の鬼滅の刃とかスマホゲームのフェイトも貢献しましたね。鬼滅の刃ってソニーなんですか？そうなんです。ソニーミュージック子会社のアニプレックスが手掛けています。歌手のリサさんもソニーミュージックの所属なんですね、はい、ちなみに YOASOBI もソニーミュージックなんですよ。そうだったんですね。私も調べてみて、はい、そうだったんだってなったんですけど、うん、はい、まあ、ソニーミュージック出身者がゲームやアニメ事業を立ち上げた歴史があり、うん、彼らがコンテンツのソニーを支えています。まあ、残る稼ぎ方はソニーピクチャーズやスマホやデジカメに搭載される半導体のイメージセンサー、そしてテレビやデジカメ、スマホ、ウォークマンといった電化製品と、あと保険金融事業がありますね。かなり幅が広いんですね、うん、電化製品でこう稼いでいると思っていました。電化製品は全体の 15% 程度なんですよ、はい、かつては赤字の事業だったんですが、はい、リストラして高級路線に絞り込みました。一方でパナソニックは稼ぎの半分近くを家電が占めています。家電量販店に行くとテレビや冷蔵庫、うん、洗濯機とパナソニック製品がずらーっとこう並んでいるので納得です、うん、はい、残りは照明やキッチン、トイレといった住宅設備とか、うん、電子部品などが占めていますね、はい、車載電池は電気自動車メーカーのテスラに供給しているってことで知られています。はい、パナソニックはものづくりに強いわけですね。そうですね、はい、航空機の座席で映画が見られるエンタメシステムとか業務用冷蔵庫、最近だとワクチン輸送容器も扱っています。10年かけて B2B 事業の拡大を進めてきました、うんうん、確かにソニーとパナソニックを比べるのは無理がありますね。かつては2社ともテレビとか DVD など家電製品のイメージが強かったですが、この10年で様変わりしてしまいましたね。大昔はソニーが新製品を開発すると松田電機がそれに追随する、あ、今のパナソニックですね、はい、ので真似した電機って言われることもあったんですが、はい、もうそんなことも起きないんでしょうね。10年かけて変わってきた2社ですが、今はどのように評価されているんでしょうか？直近の決算でソニーの最終利益は1兆円、はい、パナソニックは1650億円で稼ぐ力に大きな差がついてしまいましたね。はい、すごいですね。ソニーはソフトやコンテンツにシフトし、パナソニックは車載機器やシステムなどを B2B にシフトして家電の依存度を下げてきました。まあ、大リストラを進めてきた10年間の構造改革の結果が2社の命運を分けたといいますね、うん、経営戦略って聞くと難しいイメージがありますが、ソニーとパナソニックの比較は分かりやすいですね。そうですね、分かりやすい典型的な例だと思いますね、うん、ということで今日はソニーとパナソニック10年で大差ついた稼ぎ方というテーマでお送りいたしました。ぜひコメントといいねボタンをお願いいたします。スタッフも全部目を通しております。そして東洋経済が運営する会員制の経済ニュースサイト、週刊東洋経済プラスの連載、企業データ徹底比較では記事を会員限定で公開し、より詳しくこのテーマを追っています。週刊東洋経済プラスは雑誌週刊東洋経済の電子版であり、オリジナル連載も随時掲載しています。購読いただける会員読者様を募っています。
気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。